おはようございます。現チャンネル元産経新聞記者三枝健太郎です。今日はですね、ちょっとまあ僕はこのニュースを聞いてかなりがっかりしました。警視庁これは捜査失敗しましたね。ビッグモーター、がですね処理送検、副社長、兼重宏一副社長、前副社長ですね、35歳が、処理送検されました。この副社長以下13人ですね書類送検されました。でこれはですね、まあ、簡単に言うとこれは警視庁としてはですね、警視庁としてもちょっとこれはダメだったなという印象です。僕はって言いますのは、これ最初からこれビッグモーターが家宅捜索に入られた時は副社長はですねこれ規定路線だったんですね。僕は前に配信した動画でですね、兼重宏一副社長まではおそらく刑事責任の追及がなされるだろうと言いました。でおそらく社長にはいかないだろうということも言った記憶があるんですね。もう完全に全譲して息子さんにですね、まあ任せてたような感じだったので、ただ問題はですねこれ実は、警視庁のどこが入ったか、どこが捜査していたのかっていうのがミソなんですね。実は意外かもしれませんけど、警視庁のこれ捜査一課がやってるんです。捜査一課特殊班です。いわゆる特殊班捜査係、ここはですね、まあ業務上過失致死傷とか、また立てこもりシットって出てきますね。よく立てこもり事件が起きるとサットとシットがよく話題になるんですけど、サットは踊る大捜査線に出てきたサットはですね、あれは警備部なんです。警備部のまあ、特殊制圧部隊のようなところなんですね。SIT っていうのは捜査一課の中の特殊犯捜査係の訓練された、そういうネゴシエーションやったりとか突入したりする、刑事部の組織なんです。同じところが実は特殊犯捜査係がこのビッグモーターのですね器物損壊事件を捜査したんですね。でこれは僕が、警視庁を回っていた時にですね、まあこれ後でお話ししますけど、逮捕を考えていたのに書類送検で送らざるを得ないっていう事件があったんですよ。でその時に実はそれやったのは生活経済課という部署が、捜査したんですけれども、まあ細かいことは後でお話ししますが、これは、担当管理官も課長も理事官もこの捜査は失敗だって言ってました。でどうして失敗だったのかっていうのもまあ後でお話ししますけど、逮捕を想定して書類送検でガクッと落ちて送るっていうのはですね、これはもう捜査としては完全にですね敗北なんですね。しかもこれ相当処分がついてるんです。相当処分というのは実は、暇空茜さんが、先日書類送検されました。名誉毀損、これが相当処分です。でその前の、山川穂高選手、西武ライオンズのあの方が準強制性交かなんかで、まあ書類送検されましたが、これも、不起訴になってます。つまり裁判の正式な公判請求されてません。つまり、まあ事実上もう無罪放免みたいな感じになってるんですね。これは、書類送検の中でもですね上から2番目ではあるんですけど、まあ起訴されるっていうことは非常にまあ3分7分ぐらいですかね、もっと少ないかもしれないですね。まああまり起訴されないんですね。で今回は相当処分なので、まあ立件が難しかったんだなという感じです。まあひょっとすると東京地検がどうしてもいわゆる食ってくれなかったのかもしれませんね。身柄を逮捕して、正式起訴するっていうのは、無理だということを内々に言ったのかもしれません。東京、これ NHK ですね、 NHK の記事を読ませていただきます。3月4日14時49分配信です。中古車販売会社ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れていた問題で、東京都内の各店舗で除草剤を撒くなどの行為が行われていた疑いがあるとして、警視庁は4日、前副社長や当時の店長ら13人を書類送検しました。ビッグモーターの店舗前の街路樹が各地で枯れていた問題をめぐっては、去年都内の9つの店舗で土から除草剤の成分が検出され、警視庁はこれまでに店舗や本社を捜索するなどして詳しい経緯を調べていました。その結果、
捜査関係者によりますと、3年前から去年にかけて都内の各店舗で除草剤をまくなどの行為が行われていた疑いがあることが分かったということです。警視庁は4日、前副社長や当時の店長ら合わせて13人を器物損壊の疑いで書類送検しました。この問題をめぐっては会社は原状回復費用などおよそ1600万円を都に納付していて、土の入れ替えや低木を植える作業が進められています。ビッグモーターはこれまでの NHK の取材に対して、詳細は確認中だが捜査には全面協力していきたいなどとコメントしていました。でですね、ビッグモーターに関しては、まあ、残業の関係でですね、これは労基署かな、東京労働局ですね、は労働基準法違反でこれも書類送検してますが、まあ労基署の場合は書類送検が圧倒的に多いので、まあ大して、まあ、関心を払うほどではないとは思うんですが、僕が気になったのはですね、神奈川県警でこういうことがあったんです。これ短い原稿なので読みます。 NHK です。同じ中古車販売会社ビッグモーターの店舗前の街路樹伐採事件で今月再逮捕された本社の社員が29日、まあ、2月29日ですねまでに釈放されました。検察などは今後任意で捜査を続けることにしています。ビッグモーターの社員で各店舗を巡回する環境整備推進委員という立場を担っていた50代の社員は、川崎市の店舗前の街路樹を伐採するよう指示したとして器物損壊の疑いで先月逮捕され、神奈川県平塚市の店舗前の街路樹についても引き抜くよう指示したとして器物損壊などの疑いで今月再逮捕されました。横浜地方裁判所は再逮捕された事件について3月1日までの10日間の勾留を認める決定を出していましたが、関係者によりますと弁護士が今月22日準抗告を申し立てたことなどを受けて、横浜地方検察庁が処分保留のまま29日までに釈放したということです。検察などは今後任意で捜査を続けることにしています。どういうことかと言いますと、このビッグモーターのですね、環境整備推進委員という50代の社員は伐採をしました。これが器物損壊に問われました。逮捕されました。22日間勾留されます。最大で再逮捕されました。でもう一回別の案件でですね、同じ容疑でまた再逮捕されたんですね。ところがこの方はおそらく弁護士をつけて、勾留をですね、3月1日の段階で10日間横浜地裁は勾留を認めたんですが、そこで準抗告を申し立てた、つまり再逮捕されてから、次の10日間の前の段階で異議申し立てをされて、結局ですね、処分保留、ここの段階でこの弁護士のですね言い分を横浜地検が飲んだということになりますね。これ以上争っても最終的には釈放せざるを得ないだろうと、でまあ問題が大きくなる前に釈放しちゃおうと。でこの横浜地検が釈放したこの背景にですね、今日の書類送検が実はあったんじゃないのかなっていう気が、これは僕は気ですから、断定ではありませんが、僕はどうもねそんな気がしますね。って言いますのはね、例えば50代の環境整備担当社員って書いてますけど、これはいわゆる担当整備社員なので幹部とは書いてないんですね。幹部って書いていない人が、器物損壊容疑で会社の命令によって会社でそうしなさいということがあった上で、その人が別に自分個人がね利益を受けるわけではないのに、伐採したと。でこの人を逮捕しました、起訴しました、身柄をそのまま拘置して初公判に臨むっていうほど、ずっと、まあ、身柄の勾留を続けてしまうと、このわずか4日後にですね書類送検された副社長たち幹部たちの13人との刑の均衡が取れなくなっちゃいますよね。でこの事件は僕はおそらく十中八九間違いないと思ってるんですけど、警察庁がこれは指示してますね。これは器物損壊で捜査一課でやれと。で同じような事案があったやつは他にも確かいろんな県警で、愛知県警とかも確かやってるはずなんですよ。
だからいろんなところでやってるから、おそらくこう司令塔として警察庁がですね上から指示を出してると。ということは警察庁は全体の状況を把握できるわけですね。今神奈川はこうなってる、警視庁はこうなってる、こんな捜査の進捗状況だというのはおそらくこれ節目節目で報告してたと思うんです。そこのバランスが取れなくなっちゃって、まあ副社長はこれ書類送検をせざるを得ないだろうと。でしかも相当処分ということなので、まあ金重弘和 前副社長はこれは多分かなりの確率で、不起訴になるだろうなと、うん、まあよくても略式起訴、略式命令で罰金で終わりかなと。こうなるとですね、やっぱりこう思い起こされるのは工藤会の事件ですよね。あの事件もはっきりとしたですね、共謀が立証されたわけではないんだけれども、組員が、実行犯の組員が利益もなしにそんなことをするわけがないという類推で、トップまで訴追して死刑判決を出してるわけです。こっちのビッグモーターに関してはかなりですね、その環境整備というシステマティックなルールまで作ってですね、やったにもかかわらず副社長、最高責任者の副社長まで行かなかったというのは、これはかなりですね、警視庁にとっても、まあ、ショックな結果だったんじゃないのかなという気がします。今はですね、残ったものは、損害保険の損保代理店としての、資格を取り消されました。これは金融庁がやりました。11月30日かな。去年の11月30日にですね、登録取り消し処分が出ています。この辺でですね、まあなんとなく軟着陸させて、今ビッグモーターはあの伊藤忠になんか買収されるっていう話が出てますよね。だからもうそれでですね、役員たちの責任を 取らせて、まあこれでいいかっていう感じでですね、刑事処分はまああまりこう厳しくは課さないという形で、これはもう結論が出てしまったのかなという気がします。他には捜査2課とかですね、他の課が動いて今のところいない感じなので、まあこれでちょっと警察関係は終わりかなという、非常にちょっと煮え切らない結末になった気がします。思い出すのは先ほど言ったですね、事件はですね、大神源太さんという、もうさすがに刑務所出たでしょうね、多分あのご記憶、名前を言ったらご記憶の方もいらっしゃると思います。なんかフィリピンかなんかで自分が主演の映画を撮ってですね、派手にドカーンドカーンとか爆発させてた、かなりキャラの濃い方だったんで覚えてらっしゃる方もいると思います。僕が警視庁担当をやったのは平成8年の2月からなんですが、本当に初っ端の生活経済課の事件がですね、痩せ薬スベルトの詐欺事件だと、詐欺容疑事件。ところがですね、これをこのスベルトっていう、その塗っただけで痩せるっていう、まあ魔法みたいな薬が、あ、確かちょっと覚えてる、ちょっと記憶曖昧なんですけど、フランスの確か薬品みたいな感じだったと思うんですけど、あのね、大神源太さんがその会社やってたんですよね。だけど警視庁は、僕はその前は状況、内定してる状況の時は担当じゃなかったんでよく知らないんですけど、幾度往々に言ったらこの捜査は失敗だったと、逮捕したかったんだけど書類送検になったと。でなぜ書類送検になったのかというと、その痩せ薬のスベルトの代金としてお金をもらってたんですが、事実上ほとんどな、まあドローンに近い状態だったんですが、会社側はですね、ちゃんとそのスベルトをね、輸入してたんですよ。で、彼の言い分は、輸入はしたんだけれども、全然もう、予想よりはるかに人気が出てしまったので、追いつかなかったと。で、この言い分がやっぱり通ったんですね。で、この時は書類送検。で、おそらく発表はしましたけれども、その後何かの処分になったって聞いてないので、これも、裁判にはなってないんじゃないのかなっていう気がします。ちょっとちゃんと追っかけてませんけど。でだいぶそれから経ってですね、大神さんは全く別件の詐欺容疑で警視庁が、逮捕するんですね。かなり相当経ってからでしたね。僕が担当を外れた後でしたから、もう3年以上経ってですね、
あれっていうのがありました。そういうことが GO グループですね、この事件があったのは相当後だったと思うんですけどね、出資法詐欺などなど、そうですね、2002年に一斉捜索で、逮捕されたのが2002年の9月なので、僕がもう担当外れてからかなり経っていました。まあそんなことがあってですね、まあ警視庁としてはあれは江戸の敵を長崎で取ったっていう形になるんでしょうかね、ちょっとよくわかんないですけど、もうさすがに、大神さんは出てると思いますけどね、ツイッター X のアカウントがあるんで、もうとっくに多分出てらっしゃると思います。そんなようなことがありました。書類送検で思い出されることです。今日のところはですね、この辺りで失礼したいと思います。皆さんは、どうお考えでしょうか。面白いなと思ったらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。